徳島マラソン2023の開催まであと4日に迫った今週水曜日、フィニッシュ会場となるワークスタッフ陸上競技場周辺では作業員がテントやゲートの設営などに追われていました。徳島マラソンは新型コロナウイルスの影響で2020年から3年連続中止、今大会は4年ぶりに開催されます。徳島県庁前をスタートし、吉野川大橋を渡って川沿いを走り、ここタミヤ運動公園でゴールする 42.195 キロのルート。午前9時の号砲でおよそ7000人のランナーが春の淡路を駆け抜けます。